サンティアゴ・カッシーヤは、ドミニカ共和国産、クリストバル州産クリストバル出身の元プロ野球選手。ウトウミギウ愛称はウィリー。ハイロ・ガルシア、ジャイロ・ガルシアという別名も持っている。2000年にオークランドアスレチックスと契約して、プロ入り。2004年8月9日のミネソタツインズ戦で、メジャーデビューを果たした。2009年のシーズン終了後にノンテンダー f と。 なった。2010年1月21日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。この年は5月21日にメジャーへ昇格すると防御率1点台の活躍でワールドシリーズ制覇の一員となった。2011年はブライアン・ウィルソンの離脱時にクローザーを務めることがあった。2012年はウィルソンがトミー・ジョン手術で不在となり、 自己最多の25セーブを記録した。ただし、後半戦は、セルジオロモとハビアー・ロペスに、クローザーの座を奪われた。シーズン終了後に、FA になったが、12月17日に3年総額1500万ドルで、ジャイアンツと再契約した。2013年開幕前の3月に開催された、第3回ワールドベースボールクラシックの、ドミニカ共和国代表に選出された。 同大会でドミニカ共和国は優勝したことにより史上初のワールドシリーズを経験した年の後に WBC で優勝を果たした選手となった。2014年7月からクローザーとなり19セーブを挙げた。防御率は3年ぶり3度目となる1点台でクローザーとして定着した。ポストシーズンでは当番した9試合べてで無失点に抑え4セーブを挙げて ワールドシリーズ制覇に貢献した。2016年4月25日のサンディエゴパドレス戦で通算100セーブを達成。7月16日のパドレス戦、東急動作中にバランスを崩してしまい、史上21人目となるサヨナラボークを記録した。オフの11月3日に FA となった。2017年1月20日にフルスアスレチックスと2年総額1 0 0万ドルで、 契約を結んだ。開幕前の2月8日に第4回 WBC のドミニカ共和国代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。2018年7月15日にリーフとなり、19日に自由契約となった。2018年7月26日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。11月3日に FA となる。 2016年では、オーバースローから平均94マイルパワーの2種類の速球、決め球である平均81マイルパワーのナックルカーブと平均89マイルパワーのカッターに近いスライダーの蒸気4球種を主に使用し、その他に平均87マイルパワー、チェンジアップも使用する。速球の球速は2010年では、 最速99.7マイルパワー、平均96.6マイルパワーを記録している。カーブは2007年から使わなくなったが、2010年から再び使用するようになった。また、ツーシームは2009年以降取り入れた。チェンジアップの使用率は低く、2010年以降は全く使っていないシーズンもある。2013年以前は予視率が概ね4前後で、 あったが、2014年以降は、おおむね3前後となっている。また、2014年までは、ギガバイトパーセントが上昇し、脱参信率が低下する傾向が続いていたが、2015年以降は、脱参信率が10前後に上昇し、ギガバイトパーセントが47%程度に低下した。ありがとうございます。